ビジネスにも多くの困難が存在するように、愛にもいろんな形、そこから生まれる困難が多くある。愛する相手との問題はどんなことからも生まれる。国、宗教の違い、性別、性癖、年齢差、互いの立場、あげればキリがない。どちらか、もしくはお互いの親が認めないことだってよくある話。スムーズに進む愛より、何かしら問題を抱えていることの方が大多数。不倫もまた、その困難な問題の一つに過ぎない。ところが、お騒がせしました。もう相手とは二度と連絡は取りません。すみませんでした。いやいや、ちょっと待て。不倫を肯定しろとは言わない。だが、今までいたファンやクライアントに対し、自身のイメージを守ろうとするからそうなるのか。人にどう思われるかブランディングするのは自分自身のはず。そこまでして潔癖な人間だと思われたいのか。そんな風に謝って終わりを迎えられる程度の愛なのか。